懐かしいね小林川さんが言ってた時代の法制の三番は調子ですよね調子,、はい、調,子調子の調子っていう、ね、調子高校かな <laughs> の調子君っていうサードでしたっけピッチャーあ僕あの時はサードです、ねはい、高校時代はピッチャーで,ャーで、はい、太陽かなんか行きましたよねドラフト一位で はい太陽ちょっと太陽ではちょっと目が出なかったですよね調子さん,ん調子一律調子の調子なんだよね,、はい、でね調子年寄っくの調子年寄って言いますはい篠塚さんと同じ年寄そうですね名前はニブラすげえなニブラはいあ長たっていたななんか<う>広島商業 片岡ね、府中東、はいはい、<laughs> 早かったですよね、片岡も。はいはい、だから広島へ行ったら片岡とや,やってたかもしれないですね。そうですね。はい、なるほど。すげえな。あ、安倍、あ、安倍ってピーエルですよね。そうです。はい。ま、だい、丸類ホームランか,んか。そうですね。 あの三本選抜でホームラン落ちました。ですよね。当時記録だったですよ。アジア行ったんだ。アジア行って、ヤマハ。今、あのカープ同期入団です。広島カープ、安倍。刑事と。あ、ヤマハ発動機から。広島行って。広島に、はい。カープに。ここからだから、いわゆる西田さん、木戸さん、小林川さんあたりから、いわゆる。 P.L. 全勝を迎えるんですよね。そうですね。はい、当時やっぱり厳しかったでしょ、P.L. あ、厳しかったですよ。本当に一年生の時タオル一枚しか使わせてくんない。<laughs> <laughs> バスタオルとか使っちゃいけない。うん、タオル一枚で体を洗って、体を拭いて、はい、タオル1枚シャンプーとか使っちゃいけないになって。<laughs> <laughs> はい。あの僕らの時代はまだね。 っっていいうのが新しい量じゃなかったんですよ、ええ、本当にお風呂がついてなかったので、ええ、会員の方と一緒にあのだ浴場があるんですけどそこに入りに行ってたんですよ。ええ、それもやっぱりタオル1個と石鹸一1個と抱えて、ええ、でシャンプーとか使っちゃいけないので、ええ、あのまあこれはもう時効ですけどみんなあの売店に途中売店があるんですよ、ええ、コンビニみたいなのが。 売り物のそエメロンシャンプーあったじゃないですか坊主頭にエメロンシャンプーをすいませんっていうのはちょちょっとかけて <laughs> そっからもその大浴場に別にシャンプー使っても洗う髪の毛はないんですけどね <laughs> <laughs>